優勝戦2号艇の濱田有沙選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は1コースからコンマ04のスタート、逃げての1着で優勝ということになりました。順位振り返っていかがでしたか？そうですね、はい、スタートは思い切っていけたと思います。はい、西村選手がまくってきて並びかけていましたが、ぐっとかかりましたね。そうですね、まあ、西村選手にちょっと押してもらった感はあるんですけど、はいはい、先に出てこれてよかったです。はい、今回は2連打率 23% SG に出ていないエンジンだったんですが、ずっといい着順を並べてこられました。はい、はい、タイプとしてはどんな感じですか？たんまりがいいんですけど、やっぱりちょっと直線が弱いので、はい、そこはちょっと 23% のエンジンかなとは思います。はい、はい、このエンジンにしてはいい部分を引き出してこられましたが、伸びで特徴のある選手もいますもんね。はい、そうですね、はい、はい、でもここはもうターン回り重視の調整のままで優勝戦いきますか？そうですね、はい、ターン回り重視でいこうと思います。準優勝戦いいスタートをいかれましたが、スタートの勘の合い具合はいかがですか？そうですね、はい、行こうと思ったらいいスタートはいけてるので、はい、自分の気持ち次第だと思います。はい、あとは優勝戦も準優勝戦同様に思い切っていくのみと。そうですね、はい、はい、小島での初優勝10年ぐらい前になりますね。はい、はい、今回は通算で4回目の優勝を狙うという一戦になりました。優勝戦向けての一言お願いします。はい、一生懸命頑張ります。